皆様こんにちは、奥浜春彦です。初回の今日は舞台において大切な8つの方向について説明していきたいと思います。この空間意識、方向性は客席から自分がどう見えているのか、またはどう見せるべきなのかという基準になるとても便利なものです。それでは始めていきましょう。舞台といっても何も劇場の大きなものだけではなく、タブラオのようなステージも舞台ですね。ただ踊るスペースがあるからといって舞台またはステージというわけではありません。そこには必ずお客様がいらっしゃる客席というものがあります。もちろんタブラオやライブハウスといったさまざまな空間があり、左右に客席があるパターンもありますが、普通は正面席を中心に舞台の方向性が決まっていきます。まず正面席、まっすぐ前を見る方向と反対の真後ろを見る方向、そして正面を前に下手と呼ばれる右の方向と左の上手という4方向があります。この十字の4方向は比較的取りやすいポジションなのですが、腰部ではその間の斜めのバッテンになるこのポジションが大切になってきます。この8つの方向にはそれぞれ番号がついていて、正面からスタートして時計回りに1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、そしてまた正面の1番に戻ってきます。この8つの方向と番号を初めて知る方にとってはちょっと難しいかもしれませんね。なので前後左右は奇数、そしてその間の斜めは偶数というふうに覚えておくと良いでしょう。それではこれら8つの方向が踊りの形にどのように関わってくるのか説明していきますね。まず初めに決めないといけないのは軸足です。今は左足を軸に取ります。この左足がバッテンの中心になると思ってください。そしておへそ、骨盤の方向を左斜め前の8番の方向に向けてみます。そのおへその方向を変えないように、軸の左足に対して右の足を3番真右の方に出していきます。そうすると肩は左が6番の方向、右肩は2番の方向を向きますね。その肩の方向を変えないように、左手はアンバ、右手はアンナバ、ブラストのポジションは概要欄に貼ったブラストポジションの基礎を見てください。そして最後に大切な顔の方向、顔の方向は鼻筋で決めます。これでよく見るフラメンコのポーズが出来上がります。これがもしおへそが一番の正面を向いてしまうと、このように緩い形になってしまいますし、横に出している今右3番に出している右足がもし2番の斜め前に来てしまうと、これもまた違った形になってしまいます。このように先生の踊りの形を取るときに体の方向性を知っていると取りやすくなります。大切なのは軸足、そしておへその方向、肩の方向、顔の鼻筋の方向ですね。これがベースとなって腕のポジションが決まり、踊りのスタイル、姿勢になっていきます。それではセビジャーナスの踊りを使って、セビジャーナスの基本となる
パソデセビジャーナスをこれら8つの方向を使って説明していきたいと思います。まだ実際に踊るのではなく、しっかりと方向性をつけていく練習をしていきたいと思います。普通スタジオお稽古場には鏡があって、そちらが正面となりますね。そちらが正面席、お客様の席の方だというふうにして、そしてパソデセビジャーナスは右から始まりますので、右のパソデセビジャーナスは右足が軸足となります。その右の軸に対しておへそ骨盤は2番、右斜め前方向を向き、左の足も同様に2番の方向に出していきます。この足が1番正面の方に行かないように気をつけてください。そしておへそが2番を向くと、必然的に右肩は4番、そして左肩は8番の斜めのラインに入っていきます。最後に顔の方向、鼻筋は正面1番を決めますけども、初心者さんは体を斜めにするとそっちの方向にね、顔がつきそうになってしまうので気をつけてください。このポジションで両手暗黄のポジション、そして左手は8番、左肩が向いている8番の方向にアラセゴンに持っていく、この形が前に出ていく右のパソデセビジャーナスのフォームです。この左手が1番の方向に来てしまうと腕が短く見えてしまうので、しっかりと8番の方向に開いてあげるのがポイントです。それでは今度は右のパソデセビジャーナスで後ろに下がっていくフォームを見ていきましょう。同じように右足が軸になり、今度はおへそが8番の方向に切り替わります。肩は右肩が2番、左肩は6番の斜めのライン、さっきと真逆のラインですね。そして鼻は1番のままです。同様におへそが向いている8番の方向に向かないように、鼻筋がしっかりと1番を向くように決めて、前の右手が暗号、そして後ろの左手は溝落ちの前のアンナバーに来るポジションにブラスを決めてください。左足は右足に引き寄せてプランタを取ります。これで右のパソデセビジャーナスの前後のフォームができましたので、今度は左のパソデセビジャーナスを説明していきたいと思います。先ほどと全く逆のことを行いますので、左足が軸になり、おへそは今度は8番向き、右足が8番の方向に出ます。右足が1番に来ないように気をつけましょう。そうすると肩のラインが右は2番、左は6番になります。鼻筋もしっかりと1番に決めたまま、暗号のポジションを取りましょう。そのまま正面席に近い方の肩のブラスト、右ですね、右を2番の方向に下ろしていきます。これもですね、1番に持ってこないように腕が短くなってしまいますので気をつけることと、鼻筋も8番の方を向かない、鼻筋1番、腕は2番、しっかり決めてください。これが左のパソデセビジャーナスの前に行くフォームです。今度は左のパソデセビジャーナスの後ろに行く形を見てみましょう。左足軸でおへそは2番の方向を向き、肩は右が4番、左肩が8番を向いて、左の客席の方のブラストが暗号、そして右手がアンナバーに決まります。この時のポイントとして、顔の前に暗号のポジションブラストがある時に、大きな丸い額縁があり、その中に頭部という球体がきれいに収まっていることを気をつけてください。このように肘が落ちてしまうと顔を隠してしまいます。最後に右の足を左の軸足に引き寄せてプランタ。これで左のパソデセビジャーナス後ろに行く形おしまいです。それではですね、ここからナレーションを外しますので、動画を見ながら注意点ですね、体の方向や気をつけることを皆さんの方で復唱してみてください。
はい、いかがでしたでしょうか。気をつける点、復唱できましたか。ということでですね、ソデセビジャーナス、セビジャーナスの振りの一番基本となる動きです。それをまだ音楽には合わせず、踊りにはせずに、体の8つの方向を使いながら、説明しながら見てきましたけども、何もね、常に靴を履いてスタジオで練習するだけが、稽古ではありません。こういった作業はね、お家でもできます。なので、ゆっくりと確認しながら、一つ一つ細かいですけども、細かいことができないと大きなことはできないということを忘れずに何度も復習してみてください。それではまた次回も細かい部分、大切な基礎を説明していきたいと思います。さよなら。